お元気ですか、ボクシュミです。今回は 2022BBM ベースボールカードフュージョン後編の7パックをねやっていきたいと思います。それではね早速やっていきたいと思います。まず後編の1袋目でございます。松岡博文投手、これオリックスのねジョー・マッカーシー外野手でございます。でこれ始球式カードですね、NMB48 の川上千尋さんでございます。で、レジェンドですね、横浜の林正則投手の、ね、カードでございます。かつて日本ハムにもね在籍しておりました、西口文也投手でございます。青柳晃洋投手でございます。こちらがね、最優秀防御率ね、2.05 を記録しました。袋目でございます。ちょっとこれ角度悪いな、ね、失礼しました。はい、また失礼しました。村上宗隆内野手です。山本由伸投手のですね、最高勝率、勝率 7割5分ですね、ごめんなさい、の勝った時のカードでございます。地球式カードですね、モデル女優の那須ほほみさんのカードでございます。これは周東佑京内野手ね、ソフトバンクホークスのねカードでございます。で松本剛外野手でございますね、日本ハムファイターズ、これ打率4割をね続けたねアベレージのねカードでございます。で広沢克己内野手でございます。3袋目でございます。村上宗隆内野手のこれは3割1分8厘で最高首位打者の時のねカードでございます。中島博之さん選手でございます。で始球式カードでございます。三浦友和さんでございます。で俳優さんでございます。青柳晃洋選手投手の最多勝13勝利のカードでございます。住田千尋投手でございます。坂東英二投手でございます。これなかなかね、貴重なカードでございます。4袋目でございます。これは戸郷翔征投手ですね、最多勝利最多奪三振、これです。2桁ね、奪三振を4度マークした時のね、カードでございます。高田茂外野手でございます。で、こちらですね、セイラ・サリア、仮面女子イースターガールズの始球式カードでございます。西崎幸弘投手でございます。今永翔太投手でございます。矢沢健一内野手でございます。5袋目でございます。近藤大輔投手でございます。オリックスですね。で、大勢投手ですね、読売ジャイアンツの投手でございます。
で松田恵子さんのね始球式カードなんですけど、100枚限定のねカードでございます。で100分のね51でございます。で西武の秋山浩二外野手でございます。で最多セーブを挙げた、中日のライデル・マルチネス投手のカードでございます。で辰巳亮介外野手でございます。6袋目でございます。こちらね、ヤクルトの村上宗隆内野手のカードでございます。高部明人外野手の盗塁王のねカードでございます。こちらですね、栗林良治投手のカードでございます。で、エスペラードですね、出ました。増田陸選手のねこちらエスペラードが出ますね。50分の3でございます。掛布正幸内野手でございます。上川端大吾内野手でございます。でラストの7袋目でございます。牧原博美投手でございます。初芝清内野手です。鈴木優香さんの、これ始球式カードでございます。モデルさんね、女優さんでございます。長谷川慎也内野手です。西崎幸弘投手でございます。でラストは川上健信投手でございます。以上で2022BBM ベースボールカード中将の開封動画でございます。ごめんなさい。で直筆サインカードはですね、出ませんでした。その代わりですね、こちらですね、あのエスペラード、ね、久しぶりに出しました。でこちらもね、あの普通ね紙なんですけどね、こちらねプラスチックできたね、珍しいね、カードでございます。で、あさってですね、運がよ変えたらね、あのまた やっていきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。